おはようございます。2010年11月4日木曜日6時5分になりました。まあオバマさんのっていうことはないですね。アメリカの、中間選挙で、まあ、オバマさんの大敗ということで、民主党が議席を減らしてですね、共和党の方がガンとこう上がってきたということなんですけども、まあでもこれは中間選挙は一般的にそうなると、まあただ数の問題はどうかも分かんないですけども、とはいえまあこれはですね一つの結果なんで、この後じゃあオバマさんがどういうふうにこう見せるのかっていうのが問題ないかなと思いますけどね。まあちょっとこの話題はですね、まあ、みんながギャギャ騒いでるんでちょっといろいろあるんですけど、まあちょっととりあえず置いといて置いといてってね、こっちが気になるんですね。私としては、小沢さんですね、国会招致応じないっていうのをニコ生で言ったということで、私はこれがねすごい引っかかってて、ですね、要は岡田幹事長が、幹事長がですよ、呼んでるのに電話しても返答ないって、呼び出してもけえへんっていう中でニコ生に出て喋ったと。これはどうなんかなと思うんですよね。そのね、自分とこの一応も何も、だって党のね、その運営執行部が呼んでるのにそこに行かずに、そういうまあね、メディアでこう喋るっていうのもどうなんでしょうって感じが、ちょっと小沢さん、メディアの使い方を間違ってません？多分ですね、こうなると小沢さんを引っ張ったもん勝ちみたいになって、メディアがいろんなとこから小沢さんに声がかかると思いますよ。要はメディアだったら喋るんだということになって、そうするとますますその何ていうんですかね、民主党って一体何なのとか、あとその国会をバカにしてんのかみたいな話にどんどんなっていくんちゃうかなっていう気がして、これはね、なんか変な気がします。小沢さん、見場があんまり良くないのに言っちゃったメディア出るとそうしますぜって思うんですけども、どうなんでしょうね。やっぱ出たいんですかね。さて、もう一つですね、もう一つはずっとテクノロジー面のところから、これ前にも何回もと言ってますけども、そのテロ情報が流出したという話ですね。その警視庁から出たんじゃないかと、警視庁の公安部で。これですね、どの記事も見ててもそうなんですけども、警察発表が実はそんなないんですよ。警視庁はですね、引き続き捜査をするって、その資料が本物とも偽物とも言ってないですし、で全部ですね、なんか関係者によるととか、独自捜査による、その新聞社とかメディアの独自の聞き込みによるととか、そういう話しかなくて、実際どうなのよっていうのが、本物なのか何なのかっていうのが全くはっきりしないままなんですね。でこれはまあ当然ながら、その本物だって言ったら言ったで大変だし、偽物だって言い切っていいのかっていうところもあるんだと思うんですね。で、まだその何も言ってないっていうことは、これは暗に本物ですよって認めてるようなもんなので、まあそれはそれなりに何らかの対応をしなきゃいけないんですけども、でですね、ちょっとこの辺引っかかるのは、この時期において、要は特捜の方であんなね、冤罪をやったとか、捜査の仕方が問題だとか、証拠のね、改ざんだとか、いろんな問題が出てきているところで、今度は公安のところの、その情報管理がやばいんじゃないのと、故意にこれどうも漏らしたっていうことに見えるような資料なので、これが本物ということになってしまうとですね、そうすると公安って一体何をしてんのと、こんな情報を、特にそのね、FBI とのやり取りした資料まで出てるとかになったらですね、一時にその公安とかのその信頼とか、そういうものが国際的にもおかしくなってくる。それを狙ってるとなると、じゃあ誰が得するのって考えるとですね、
草案が弱くなるっていうことは、これって要はテロ組織だとか、あるいはそういうなんかややこしい団体とかですね、そこら辺が強くなる可能性がありますよね。公安の信頼が薄れてるっていうことは、公安が強く操作できなくなる可能性も出てきて、ちょっとその辺がですね、なんか嫌な気がするんですよ。この時にこういうタイミングでこういうことが出てきて、しかも内部資料が出てきたみたいな話になっちゃうと、本当その日本の公安の信頼が国際的にも緩いでくるとなるとですね、いろんな国際会議も日本でやるのはまずいんじゃないのとかね、そんな話にまで発展する可能性があるので、これは対応間違うととんでもないことになるんじゃないかなっていう気がします。ということで、もう6時1分になっちゃいました。今日はですね、まあ今日も天気はそんなに悪くならないとか、いい天気みたいなので、昨日祭日明けで、皆さんも張り切っていけるかな、張り切ってわかんないですけども、今日もまあそんなことで元気にやっていきましょう。ではまた。